こんにちは、黒坂です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は、また、成瀬くんと、ベースの荒川くんです、お送りします。よろしくお願いします。お願いします。よくやるのはドラムとベースだけで練習しなさいとか、ドラムとギターだけで練習したりとかするとデュオでやると分かりやすいじゃん、うん、録音してみたりとかすると分かりやすいかなと思うけどね、うん、決まりきってなくてその場の感覚でやるからそこをどうにかしてくださいと言われるとやっぱクラシックのところに戻っちゃうけど、やっぱり初心者はやっぱりジャズのところでここがすごく分からない、で俺も分かんなかったけどどうやったらできるようになりますか。もうたくさんやるしかないかな。俺は結構日陰さんとたくさん練習してたから、名古屋のベースの日陰さんとたくさん練習して、日陰さんがすごいこういろいろこうしてみ、ああしてみとか、左手もっと入れてみとかってやってくれたから本当に感謝してるけど、あの2人でテンポの速い曲をどうやったらテンポが速くないね、テンポ速い曲をガチガチになっちゃうじゃん、これならないようにどうやってやったらいいんだろうって話をしてて、でまあ慣れだよねって話になって、だから忍者方式で行こうということで、テンポ60から、夜までかけて8、9時間ぐらいかけて途中で牛丼食べに行ったりして、うん、あの日陰さんは12キーベースの、あの、うん、なんだっけ、じゃあまずブルースやろうって言って、うんうんうん、60でやって次61にして62にしてで300超えたぐらいに早くないとか言って、いや60と一緒みたいなちょっと早いと思うけどみたいな早かったらちょっと戻そうかって戻してもらったり、まあちょっと揺さぶって、4上げたり5上げたりしたりとかなんかこういろいろやって、とにかくこうまんべんなくいろいろやるんだけど、なんかベースずれてるとか早くもっと溜めてるとかいろいろ言われながら、うん、結構ずっと一緒に練習してもらって、で向こうは向こうでじゃあ次はあのなんだっけ、循環やるからみたいな、循環やるからちゃんとサビに行った時はこのライド変えてとか、要はそのやってる時もそのタイミングとも合わせてテンポにもちゃんとメトロノームを意識させて、でなおかつこう何て言うの、その全体の構造もライドが違ってたら止められて、もっぺん行くからちゃんと B に分かってないとダメだよって言ってくれて、まあ本当にいい先生だよね、考えたらね、すごいこうそういうことやってくれた人がいたので、先輩でそういう人がいたっていうのはすごく僕にはありがたいかな、っていう感じではあるけど、そうやってこう一緒に練習する人がやっぱりいるのは大事だよね。いや、いるとだいぶ違いますね。ね、よく練習してるしね。いや、二人はだからやっぱり息が合ってるよね。こここうしたいなみたいなとかあるよね。うん、先輩だとどうしても大先輩だと。やっぱもう飛び抜けちゃってるから、一緒にやろうっていう先輩はやっぱあんまり俺の時はあんまりいなかったかな。でも俺は比較的恵まれてたかな、うん、でも昔小沼洋介がさ、学生の時にあいつもあいつ大間さんのバンド入ってて、大間さんのバンドはもう怒られっぱなしなわけよ、うん、だけどやっぱり自分たちのバンドに入って、彼は金子裕太君が大先、まあすごくそういうメンターというか、あのちょっと上の先輩で一緒に練習しよう練習しようって言って、ここどこがどういうふうにダメなのかとかで、おまさんでこうやって言われたって言われたら、あそれ多分こういうことだから、あそれはメトロノームだしとかで練習してみようみたいな先輩が、メンターがいたんだよね。だそういうこう同世代、ちょっと上とか同世代のもう自分がこう悩んでることを試せるバンドと、で先輩で怒られっぱなしのバンドに入る両方サイドがあるから、俺たち早く成長できるよねっていう話をしたことが、先輩があると怒られっぱなし、今はそんなことないかも。まあでも怒られる時もありますけどね、うん、だから結構怒られることもよく分かんないことで怒られたりするね。そうなんですよ、うん、だから具体的じゃなかったり、やっぱそれってライブ終わった後とかだから、うん、もう酒入ってるとかだと、ああなるほど、ね、分かんないから、うん、後では録音聞き直してこれどこがどうだったのかなとか、うん、で分かんなかったらやっぱこう、まあその近くの、うん、この間こうやって言われたんだけどどう思うっていうふうにちょっと意見を求めてみる。そうだよね。そうですね、うん、まあ、先輩の正解であるから、それは俺は今はそう思う。でもなんか若い時とかさ、こう始めたての頃って先輩こうルートが1個しかないと思うじゃん、こう上手くなるには、うん、だからこの先輩が言ったから何が何でもその道通らなきゃいけないってなりがちだけど、なんかいろんな道があるような気がするんで俺は、うん、こうだから自分が今そう思わなかったら
でも何年か後にこう、なんていうの、あの、分かって、ああ、本当だわって思うこともあったりする。いや、ありますね。そういうことはもうめちゃくちゃありますよね。うん、あ、そういえばこうやって言われてたの、これかってなるっていうか。うん、その、なんかこう、ギターの先輩に言われたやつが、4ビートのレガートっていうのは、なんか打点、打点じゃなくて、音っていうのは芯があって、ここがこう雪の結晶みたいにフワってなってて、音楽っていうのはこの結晶のここの部分がこう混ざり合って美しくなるものなんだよって言われて、はぁって言ったんだけど、その時は。二十歳、もう超生意気で、長い髪でさ、金髪でさ、もうちょっと、なんかあるとすぐ喧嘩してるようなやつだから、はぁとか言って、何言ってんのおっさんぐらいまで言った気がする。でも今すごくよくわかる、うん。まあ本当にその通りで、音には芯があって、こう、ふわってなって、ここがお前はなくて、点しかない。だから混ぜようがないって言われた。どうやってやって音出すんだよって言ったような気がする。確かに、うん、その瞬間には分かんないですよね。でも分かんないだいぶ先の話だから。そうでも結局そのね、山があって今ここにいるのに、なんかここの話されても、うん、でも先輩ってそういう風じゃん。ここもうまだ靴履いてる段階みたいな、靴選んでる段階なのにみたいな、ここに行った時はこうしなさいって言われてもよく分かんねえよみたいな感じになるから、いろいろこうあるけど、やっぱりこう最初はやっぱ難しいし、うん、その最初はやっぱりこう書いてあるところで、うん、だからクラシックの人なんかやっぱ書き出して、でそのそれやっぱりそのまま覚えるじゃなくて、ちょっとずつ変形させる練習しないといつまでもそれしか書けないし、うん、やっぱり一緒に練習する先輩とか一緒に練習する同級生を探すってこと、なんかセッション行った時になんかこう、うん、声かけて一緒に練習しようとか、そういうのやっぱあるといいよね。それ一番手っ取り早いですよね。ね、うん。セッション行った時とかによくこう質問があるんですけど、なんかぐちゃぐちゃになっちゃうんですよとか言って、うん、歌物とかで書いて譜面書いてくれてるか、イントロとか結構ぐちゃってなったりするんですけどって言うけど、なるよね。なりますね。ジャムセッションなんか何に行くための、ね、そうですね。何に行って、録音聞いたりとか、後で振り返ってみて、こういう音が出たら、こっちに行くもんなんだって覚えたりとか、うん、まあ、そうやってやっていくしかない、ね。そうですね。うまくいったら、ラッキーみたいな感じで、そうそう、セッション行ってますからね。そうそう、まあそうなんだ。だってこう、エンディングとか、昨日でもライブやったけど、エンディングとかも全然決めてないから、誰かが引っ張るしかないけど、二つフレーズが同時になってるとか、片っぽ巡回行ってるけど、片っぽ行かなかったとか、まあ、平気であるもんね。そう。うん、で実際そんなアルバムも別に名盤って言われてたりするもんね、うん、明らかにミストーンみたいなのもいっぱいあるしね、うん、だからなんか要はこうクラシックだともう出来合いの完全にできてるものだから、演劇を演奏してる感じで俺は思ってて、うん、だからこう間違いのが怖いんだけど、トークショーって間違いをこううまくほじったりして、なんかこうなんていうの、うんうん、その噛んだことに対していじったりしてこう面白くしたりするから、はい、別にその噛むことが悪いことじゃなかったりとか、うん、このミストーンが悪いことではないんで、うん、だからそのずれたりすることに対して自分が何をするかが大事であって、うん、ずれることに関してはそんなに俺も気にしてないし、若い子気にしてたけどね、1音目すると気にしてたけど今なんかもうなんだその音楽に外れた音が出るとやっぱ気にするけど、うん、すごくなんか後悔するけど、音楽に外れてない音だったら別に譜面に書いてある音ほぼほぼ外してもそんなに気にはしないね、うん、っていう感じですかね、うん、はい。まあ話があちこちに行ってしまいましたが、まあ要はクラシックの人とかそういう初心者の人はどうしてもこう白黒決めちゃいがちですけど、そうですね、間違いをこうするのが怖い、うん、怖いみたいなところがあるけど、うん、まあ、死なないんで大丈夫ですよ。別にアボイド引いたって死なないんですよ。どんだけ間違えてるか、うん、さっきも間違えたかもしれないし、怪我もしないからね、うん、怪我もしない、うん、だから全然平気なんですよ。だからあの間違えて覚えなきゃいけないしね、うん、ぶつかってこけて覚えるっていうところがすごくあるから、そこに関してはあんまりなんかセンシティブにならなくていいような気がするけど、うん、やっぱトライしてみるしかないですね、うんうん、そうですね。ということでございました。本日は以上になります。成瀬さんと、荒川さんでした。本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。
今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。